最終日は自分の納得いくショットを。渋野ひな子は今日3日目はバターに助けられた感じでしたと振り返る。2つの長いパットが66のスコアにつながった。1つは15メートルくらいのパーパットが入ったんですと語った。18番パー5。次のホールは1番パー5。ここでも長いパットを沈めた。 2番目は風の割には一つ大きいかなという番手5番ユーティリティを持ったのですが変な当たりしてピンの奥に止まってくれて10メートルくらいの長いイーグルパットが入りましたあそこ18番があったからこそ1番のイーグルだったと思います助かりました前半と後半にそれぞれ2つのバーディーをダッシュし1イーグル4バーディーの66で回り通算9アンダーの20位タイまで順位を上げた それでもあまりいい感触で打てたというのは少なかったです。風も結構吹いていて、いまいち振り切れていないところもありました。課題としていたパターンについても、18番の長いのも、なんか開き直って打った感じです。開き直ったというか、2日間やってきて、緊張感というか、変なものが抜けたのもありますし、風も強かったので、自分のことに集中しようと思ってできたのが良かったのかなって思いますと話す。 ただ、これもパターがたまたま入ったという結果に、渋野ひな子は納得がいかないようだった。納得のいくショットが打てて、いいスコアが出せるようにはなったのですが、今日3日目はそれも少なかったし、パーオン率がこの風の中で少なかった。だから、パターに助けられたのは不本意です。最終日は自分の納得いくショットで、スコアを出していきたい。新生、渋野ひな子の始まりでもある、2023年。 順位も重要だが、まずは今季初戦の最終日をいい内容で締めくくりたいところだ。渋野日向子今季初60台イーグルボギーなしで、急上昇安定感抜群。9アンダー20位、50位から出た渋野日向子24、サントリーが1イーグル、4バーディー、ボギーなしの66と伸ばし、通算9アンダーの20位に急浮上した。 8位から71で回った笹生優花21フリーが通算10アンダーで日本勢最上位の15位64をマークしたナッタ・クリッタ・ウォンタ・レーラプ20タイが通算20アンダーまで伸ばし単独首位を維持したリーダーボードのシブノの名前がぐんぐんと上がっていった60代もイーグルもボギーなしも今季初 ムービングデイに渋野ひな子が66とスコアを伸ばした。ショットはあまり良くなかったけれど、パッティングに助けられて、このスコア。嬉しい反面、ちょっと悔しいというのも、2つのパーコのロングパットで流れを変えた。前半18番で15メートルのパーパット、続く1番では10メートルのイーグルパットをねじ込んだ。ラッキーだった。あそこ18番があったからこそのイーグル。 パット数は25とグリーンウェイが冴えた。ショット面でもフェアウェイを外したのは1ホールだけだった。それでも試行錯誤中、フェアウェイキープできてもちょっとなっていうショットも多かった。手放しに喜べないのはスイング改造への覚悟の現れだ。スイングだけでなく、それを支えるフィジカル面も新たな挑戦をしている。トレーニングも変わった。 下半身を中心に新たに内転筋を鍛えるメニューで地面反力を使えるよう取り組んできた。今季初戦も残り18ホール。最終日は佐藤優か、馬場咲との日本勢3人での組み合わせだ。納得のいくショットを打っていいスコアを出せるように頑張りたい。まずは自分と向き合うそれが結果につながる。岩井姉妹は部のひな子 古江彩香とのプレーから、刺激姉名愛は、ビッグプレー目撃し、やっぱりスター。初の米国女子ツアーに挑んでいる、名愛、戦の霊の岩井姉妹は、大会2日目に、それぞれが海外を主戦場にする、日本の先輩と同組でプレーした。姉の名愛は、渋野ひな子とラウンドこの日、66をマークした、4学年上の渋野ひな子と共に戦ったことについて、 海外でも活躍されていて夢のような感じでしたすごく楽しかったですと振り返った前半最終ホールの18番では2度のアプローチが共に傾斜で戻され最後1 5メートルのパーパットを残しながらそれを決めてセーブする渋野ひな子のプレーを目撃やっぱりスターだなって思いました見ていて楽しいとどぎを抜かれた ただし、その後、自らもバーディーパットを沈め、スタンドをさらに盛り上げた。一方、戦の例は、古江彩香と18ホールを過ごした。2学年上の先輩の姿を見て抱いたのは、かっこいいし、嬉しくなった。そして、もっともっと世界で日本の選手代表になれるよう、私も頑張りたいという思いを強くした。タイでの戦いも残すは1日。名愛は、トータル4アンダー49位タイ。 戦の例はトータルにアンダー58位タイからの浮上を目指す。一日でかいスコアが来て欲しい。名愛いビッグスコアを出して一つでも順位を上げられたら気持ちいい。戦の例と攻撃的なプレーを見せてくれそうだ。先輩からの刺激も力にバーディーを積み上げる姿を見せたい。渋野日向子日向子、渋野日向子。1998年生まれ、岡山県出身。 2019年のエーグゼンウェイ女子オープンでメジャー初制覇。同年は国内ツアーでも4勝をマークし、賞金ランキング2位と躍進した。2020-21シーズンはスタンレーレディスゴルフトーナメント、樋口久子、三菱電機レディスゴルフトーナメントで勝利。昨季は米ツアーを主戦場に戦った。国内ツアー通算6勝。サントリー所属。